ゾラ、誰か呼んだ？ゾラ、ゾラ、起きてよ。いや、よく寝た。俺たち眠ってたの？この感じそうとしか思えないが。いつ眠ったんだろう。アンセムを倒したよな。うん、世界は平和になって、カイリと会って、そう、どこかへ行ってしまったリクを探しに旅に出たんだ。それかな。地味に記録は一言しか書いていないな。ナミネにお礼を言う。ナミネって誰だい？まあとにかく外へ出てみよう。俺この町を知ってる気がするな。ここはどこ？やっぱり気のせいか。なんだよお前ら。いや、ここ何かなと思ってさ。何って、ここは俺たちの場所だ。何？初めて会うよね。僕はピンツ。ハイネだ、よろしく。悪いけど俺たち忙しいんでこれで。私はオレットよ。ねえ、夏休みの宿題やった？自由研究って本当に大変よね。宿題？ねえ、君たちは？僕らはソラ、ドナルド、グーフィーだよ。よろしくな。ソラ、ドナルド、グーフィー、さっきあなたたちを探してる人に会ったの。急いでるみたいだったよ。黒いコートを着て顔を隠してるんだけど、なんかね、耳がとっても大きくて丸いんだ。おう、ソラだ。どこにいたの？駅にいたよ。駅だね、ありがとう。それじゃあ私たちは宿題宿題。またね。おう、ソラ、僕たちを探してる。うん、駅へ行ってみよう。
し、早く列車に乗って街を出るんだ。行き先は列車が知っている。これを。王様。王様、本当に王様？多分。いや、絶対王様。大丈夫だったんだ。王様は闇の世界に残ったんだよな。うん。でも今あっただろ。うん。王様がいるってことは、リクもいるってことだ。うん、きっとね。俺、このままリクを探すよ。一緒に島へ帰るんだ。カイリが待ってる島へさ。ドナルドたちはどうする？もう、そんなことを聞くかな。変な足だよ。変な顔。じゃあ行こう。また3人で旅の続きだ。ねえ、どこだっけ？列車に乗るんでしょ。そうそう。行こう。おい。ん？あのさ、空。何？何でもないんだけど。見送りに来たんだ。そうしなくちゃならない気がしてさ。そうか。ありがとう。急いで切符買った方がいいよ。うん。あれ？どうしたの？同じだね。うん。切符3枚お願いします。もうここへは来られない気がする。どうした？気のせいだよ。うん、そうだな。よし、行くか。じゃあな。なあ、ソラ、俺たち本当に初対面だよな。うん。でも、どうして？なんとなく。びっくり。しっかりしろよ。うん、じゃあな。ハイネたちに会いに来よう。
行っちまったな。行こう。行く場所なんてねえんだろ。もちろん帰る場所もねえ。存在しねえんだよ。行くべき場所はないかもしれない。でもね、行きたい場所はあるの。会いたい人はいるの。俺もさ。そういうわけで見逃してくれねえかな。俺たちを始末しろって言われてるんだろ。ディズが私を行くんだ。用済みじゃねえの。二人には借りがある。借り？忘却の城で俺たち二人とも。じゃあお言葉に甘えて。消えちゃった。何してるの？手下どもをこの塔に送り込んでやったんだ。ここの主の力試しってところだな。なかなか力のある魔法使いらしいから、俺のボディーガードにしてやろうと思ってな。なに、どんなやつだってハートレスにしちまえばこっちのもんよ。ハートレス？おうよ。マレフィセントという魔女がな、心の闇から生まれるハートレスという魔物を率いて世界を征服しようとしてるんだ。その魔女に俺は借りがあってな、こうして世界を回ってハートレス軍団を集めてるってわけだ。わかったか？じゃあ行け。俺は忙しいんだ。ただでさえ遅刻だってのに。そんなことやめなよ。誰だお前ら。お前ら。ビート！なんでお前らがここにいるんだ。こっちのセリフじゃ。知り合い？昔僕たちの世界で悪さばかりしていたんだよ。だから王様が異空間の牢獄に閉じ込めたはずなんだけど。グハハハハ、聞いて驚け。そこで魔女マレフィセントに助けられた俺様は、お前らの世界、いや全ての世界を支配しようって計画を立てたんだ。もちろんマレフィセントと組んでな。マレフィセントね。何がおかしい？マレフィセントの魔力はな。いないよ。に？マレフィセントはもう倒されちゃったよ。なんだって？お前らか。お前らがやったんだな。まあちょっと邪魔しちゃったかもね。ハートレス軍団来い。許さねえ。このピート様の邪魔をする奴は誰だって許さねえぞ。なあピート様、この塔には誰が住んでるんだ？誰ってお前、イエンシドってじいさんだよ。今頃はハートレスってなもんだ。
ヤシド様がここに。王様のお師匠様だよ。うわ、すごそう。ハートレス、ハートレス、ハートレス。世界は誰も慌てない。だから僕たちの出番なのかな。世界は平和になっていないってこと？エジト様、お久ぶりです。こんにちは。そら、失礼だぞ。そなたが空か。あて、王には会ったのかな。会いましたけど、全然お話できませんでした。大層忙しいようだからな。さて、その王の代わりに私がお前たちの世話をすることになった。大変な旅になるだろうから、しっかり準備しておかねばな。旅ってもう決まってるんですか？俺、友達のリクを探し出して一緒に島へ帰りたいんだけど。分かっておる。しかしどうやら全てはつながっているようだ。そなたは島へ帰ることができるのか、一人で帰るのか、友と帰るのか。はて、その時島はどうなっているのか。すべてそなたという鍵でつながっている。俺が鍵？キーブレードに選ばれし少年よ、そなたが光の扉を開く鍵だ。この本には旅に必要な知識が記されている。じっくり読んでおくがいい。本を読み終えたら、お前たちの敵について話そう。それより、どうして世界にはまだハートレスがいるの？そなたたちの働きによって、大いなる闇から大量のハートレスが溢れ出す事態は避けることができた。しかし、ハートレスはもともと世界に存在している心の闇が具現化したもの。数は減ったが、心に闇がある限り完全に消し去ることは難しい。じゃあ、もし心が光で溢れれば、ハートレスはいなくなるんですね。では、お前たちが戦うであろう敵について話しておこう。もしドナルドが自らの心の闇に敗れてしまうと、心なき者、ハートレスになってしまう。これは良いかな？ハートレスは相変わらず心を求めてうろついているから、気を抜いてはいかん。さて、
良くも悪くも強い心を持った者、強い思いを持った者がハートレスになると、残された抜け殻が意志を持ち動き出すことがある。これがノーバディだ。心を奪われし鬱は、魂の存在、消えゆく肉体、いや存在しないもの。感情的に動いているように見えるが、実際は心があるかのように振る舞っているだけだ。奴らの言動に惑わされてはいかんぞ。ノーバディ、存在しないもの。さて、このタイプのノーバディはダスクと呼ばれている。ノーバディの一般的な姿だな。これ以外にも大きいものや特別な能力を持ったノーバディがいるから注意が必要だぞ。よいか。通常のノーバディどもは数が多いので厄介だが、所詮はただの抜け殻。悪さはするだろうが、ほどなく闇に溶けてしまう。しかし、彼らはノーバディの中でも特別な存在だ。13機関と呼ばれる組織を作り、他のノーバディを統率している。13機関。本能的に活動するハートレスとは違い、ノーバディは統率され、何事かをなさんとしているようだ。しかしその目的は見当がつかん。王は世界の危機にいち早く気づいて行動を起こした。闇の世界のキーブレードを見つけ出し、扉を閉じた。そしてなおハートレスと戦いながら、13機関ノーバディの目的を探ろうと世界を駆け巡っているのだ。じゃあ早速王様を探しに行こう。どこにいるんだよ。それが最初の目的だね。うん、王様ならリクの行方を知ってるはずだしね。アンセムを倒した後、二人は一緒に闇の世界に残ったんだから。さあ奥の部屋で新しい服に着替えるがよい。それでは小さすぎて窮屈であろう。服にはうるさい三人の妖精を呼んである。新しい服を用意してもらいなさい。ずいぶん大きくなったよね、ソラ。うん、俺たちとリクと王様、十三機関がどんな奴らだって、目的が何だって、五人、いや六人で力を合わせれば怖いものなしだよな。いらっしゃい、ソラ、ドナルド、グーフィー。さてさて、新しい衣装を決めなくちゃね。私に任せてちょうだい。そんなんじゃダメよ。二人とも分かってないわね。やっぱり最初のがいいわ。ちょっと何するの。これよ。もう
何でもいいから決めてよ。いいわ、三人で一緒にやりましょ。恨みっこなしよ。あらあら、これはなかなか。そうね、キリッとして見えるわ。これはただの服じゃないのよ。すごい仕掛けがあるんだから、それを取ってみて。さあ、変身よ。わあ、二刀流だね。今までの倍、大変ってことね。はあ、その服はまだまだ力を秘めているわ。新たな能力はあなた自身がこれから引き出すのよ。うん、分かったよ。ありがとう。ユンシッド様からも贈り物があるみたいよ。じゃあ、行く？これこれ、まあ待ちなさい。そなたたちの活躍のおかげで、世界は今、元の状態に戻っている。つまり、世界をつなぐ道は消えてしまった。終わったよ。心配するな。王が言うには、世界はそなたたちに新たな道を用意したようだ。その道はゲートを開くことによって使えるようになるはずだ。ゲートを開く方法は私にはわからん。しかし空のキーブレードが教えてくれるらしい。剣が光を放ったらグミシップに戻るといいだろう。目に見えぬ心のつながりのごとく、離れ離れになってもすべてはつながっておるというわけだ。心がつながってる。その通り。了解。しかし気をつけろ。闇に救う者たち、ノーバディ、ハートレスは闇の回廊と呼ばれる道を使って世界を渡り歩く。その回廊とゲートをつないでしまおうとする動きもあるようだ。欲張りだな。さて、私の役目はこれでおしまいだ。行きなさい、ソラ、ドナルド、グーフィー。皆が待っているぞ。よし、出発だ。ユンシッド様、
どうもありがとうございました。それ、久しぶり。今回もグミシップのサポートをするチップと。テールだよ。よろしくね。一個だけ。でも知ってる世界みたいだよ。